ジャパンファウンデーションは市民の方々の主体的な発意により豊かで活力のある社会を築いていくため、優れた先導的な国際文化交流活動を行っている非営利の団体に対し、国際交流基金地球市民賞を受賞しています。2011年度は東京都の特定非営利活動法人鴨の橋プロジェクト、岐阜県の特定非営利活動法人ブラジル友の会、鳥取県の特定非営利活動法人鳥の劇場の以上3団体に贈られることになりました。鴨の橋プロジェクトは児童回収をなくすために活動している NPO 法人です。現在日本事務所に11名、カンボジア事務所に24名、合計35名のスタッフがこの団体で働いています。鴨の橋プロジェクトは村田沙耶香さん、本木圭介さん、青木健太さんの3人によって設立されました。大学2年生の時に授業の中で売られた子供の話を聞いたんですね。家が貧しかったので、都会に行けば家族を養えると言われて、でそれで家族を助けるために働きに出たところ、騙されて売られて売春宿で殴られながらお客さんを取らされたそうなんですね。でその時のことが原因で病気になって21歳でエイズで亡くなって、日本円にしてわずか3万円で売られたその少女は、学校に行って勉強してみたかったという言葉を残したそうです。まだ自分は学生だけど一刻も早く何とかしたい、そう思っていた頃、当時東京大学の学生で起業家を志していた青木さん、本木さんに出会います。しかし、もともと起業家になることが目的だった本木さんは、村田さんと出会った当初の気持ちをこう語っています。児童回収問題を解決するっていうところに焦点を置くっていうよりは、何かそういうプロジェクトを立ち上げることに面白みを覚えていて、村田によく言われたのは、なんかこう気持ちの質が違うみたいな。その後、本木さんは調査のためにカンボジアの売春宿を訪れ、そこで初めて児童回収の現実を目の当たりにします。7歳8歳ぐらいの子が出てきて、まあ、2人で出てきて、結構僕の前でこう遊んでるっていうか、普通の女の子としていて、ただそのエージェントの人に聞けば、まあ、30ドルぐらいでいろいろなことができますっていうことだったので、すごくそれは怒りを感じます。ビジネスを通じた社会問題の解決というビジョンで団結し、3人は2002年に鴨の橋プロジェクトを設立。当時貧困のために簡単に子供が売られてしまい、児童回収の被害が特に大きかったカンボジアで活動を始めます。またそれと同時に IT 事業部の運営も開始し、多くの活動資金を捻出。その資金が孤児院で暮らす子どもたちに向けたパソコンスクールなど、数々の活動を支えてきました。 IT 事業部がなければ、多分こういうふうに活動をゆっくりとというか、その腰を据えてやることはできなかったでしょうし、ね、こういうふうに職員としてきちんと食べていくということもできなかったんじゃないかなと。 IT 事業を成功に導いた青木さん、しかし目標は社会を変えることだといいます。鴨の橋をこうあくまで存続させるための手段としての IT 事業っていう感覚があったので、そういう意味ではなんかやりきったなとか満足したなってこう思ったことはやっぱり ないですね。鴨の橋全体がまだまだ成長して続いている中なので。2000年代後半になると、それまでカンボジアで築いてきた基盤、人脈をもとに本格的な取り組みを始めます。その一つが警察訓練支援です。カンボジア内務省と協力し、児童回春を未然に防ぐための研修を実施。その結果、10年前と比べて児童回春に関する逮捕者数はおよそ10倍に向上し、子どもを飼いにくい状況に改善されました。また子どもを売らせないために、農村の女性が現金収入を得られる
コミュニティファクトリーを作り、地域の住民を一人一人説得しながら運営を開始。カンボジアでよく取れるイグサやココナッツの葉で作られる商品は、現在カンボジアの高級ホテルなど43カ所で販売されており、収益は黒字化に向け年々向上しています。状況としてはかなり良くなっているなというふうには思います。ただこう世界全体で見たときには、やっぱりまだ売られている子どもたちはいるので、カモナッシュプロジェクトのミッションは世界の中から売られる子どもたちをゼロにしていくっていうことなので、ちょっと妄想じゃないかぐらいの勢いの戦略を作るんですけども、それは我々のいいところだし、3人がそれぞれもっと成長していけばもっといい活動ができると思ってるんですよね。だからこうお互いにこう学びつつ負けないようにやりたいなというふうに思いはすごい強くありますね。カモノハシプロジェクトの挑戦はこれからも続いていきます。今日本の各地で文化や社会の違いを乗り越え、地球に生きる市民として国際文化交流に取り組んでいる人々がいます。国際交流を通じて人々の創造性を高め、新しい視点や価値観をもたらし、より良い地域を作る原動力にもなっています。ジャパンファウンデーションは地域に根ざして行動する人々を支援し、明日の平和な世界と豊かな地域づくり、社会づくりに貢献しています。